フィックスは1979年に結成されたニューウェイブロックバンド全米チャートトップ20入りを果たしたワンシングリーズトゥアナザーセーブドバイゼロアーウィアーウィシークレットセパレーションなどのヒットで知られるこの他にもレッドスカイズやスタンドアホールなど主に1980年代前半にヒット曲を連発しディーパーディーパーは1984年の映画 ストリート・オブ・ファイヤーのサウンドトラックにも採用された。大学時代の友人であるサイカー人とアダム・ウッズが1979年にロンドンで結成し、当初はポートレーツと名乗っていた。追加メンバー募集により、トニー・マクグレル、ラッセル・マッケンジー、ルパート・グリーンウォールが加入し、ベースは後にチャーリー・バレットに交代した。バンドはアリオラレコードから2枚のシングル、 リトルウィメント、ハザーズ・イン・ザ・ホームをリリースした。1980年、マクグレールの脱退に伴い、フィリップ・ランボーのバンドに在籍していた、ジェイミー・ウェスト・オーラムを新たなギタリストとして迎え、バンド名をフィックスに変更した。1981年2月に101レコーズから、初のシングル、ロスト・プレーンズがリリースされた。この曲は101レコーズによりライブ版とともに、 様々なコンピレーションアルバムに収録されたほか、BBC ラジオでもオンエアされた。これにより知名度が上がり、大手の MCA レコードからオファーを受けるに至った。契約に際し MCA は、バンド名がドラッグ常習者を連想させる点を有料し、変更を提案したが、バンドが難色を示したため、綴りをフィックスからフィックスに変更する妥協案で合意した。 1982年、ファーストアルバム、密室が完成した。このアルバムからは、バンド初のヒット曲、スタンド・オア・ホールとレッド・スカイズが生まれ、アメリカ、イギリス、カナダなどでチャート入りを果たした。レコーディング完了後に脱退したバレットに代わり、ツアー要員として、アルフィー・アギウスが採用された。翌年アギウスは、セカンドアルバム、リーチ・ザ・ビーチのレコーディングにも参加し、 作曲者の一員としてはクレジットされたが、バンドの正式メンバーからは、外れ、ヘビーメタルバンド、ファストウェイのツアーに帯同した。フィックス最大のヒットアルバムとなった、リーチザ・ビーチは1984年1月5日、アメリカレコード協会により、プラチナディスクに認定された。シングルカットされた、セーブド・バイ・ゼロや、ワンシングリーズ・トゥ・アナザーでは、アギウスがベースを担当し、 翌年リリースのサードシングル、s i ン・オ of Fire では後に、正式メンバーとなるダンケイ・ブラウンが大演した。カーニンとエースとオーラムは、ティナ・ターナーのアルバム、プライベート・ダンサー制作に参加し、ソウル・サバイバーと、Better Be Good to Me で演奏した。1984年のサードアルバム、ファントムズからは、Are We Are We Sunshine in the Shade がシングルヒットし、当初、 アーウィアーウィの B 面扱いだった d ィー p e r d ー e も後にシングルリリースされた。この曲は映画ストリート・オブ・ファイヤーのサウンドトラックに採用されたのも手伝いアメリカやカナダのラジオでパワープレイされた。1985年バンドは A レター2ボースサイズをレコーディングし映画フレッチ殺人方程式のサウンドトラックに提供した。 翌年には4枚目のアルバム、Walk About をリリースし、シングル、Secret Separation と Built for the Future をヒットさせた。1987には、スタジオ作品とライブ音源を収録した、コンピレーションアルバム、React をリリースした。1989年、スタジオアルバムとしては3年振りとなる、Carm Animals が、RCA レコードからリリースされた。 1991年には MCA に戻り6枚目のスタジオアルバム、インクをリリースし、見果ての夢をアメリカやカナダなどでヒットさせた。1994年ブラウンは脱退したが、正式メンバーを補充せずスタジオミュージシャンで代用し、1995年から2000年頃まで主にクリス・テートがアルバムやツアーでベースを担当した。テート、 または別のベーシストを加えた5人体制で1998年のアルバムエレメンタルや翌年のアルバム1011ウッドランドが制作された。1011ウッドランドには過去のヒット曲の再録音版やライブ版が収録された。2002年バンドは1960年代から1990年代のヒット曲をカバーしたコンピレーションアルバム。 ウェンピックズフライに参加し、ナンシー・シナトラの憎いあなたを演奏した。このアルバムには他にリーボやビリー・プレストンらが参加した。2003年リリースされた9枚目のスタジオアルバム、ボント・ザット・ライフにはベーシストとしてゲイリー・ティブスが参加した。2008年ベースにブラウンが復帰するとバンドは25周年記念として CD2 枚組のコンピレーションアルバム、20。 フィフスアニバーサリーアンソロジーをリリースした。こうして1980年代のメンバー構成に戻ったフィックスは2012年アルバム Beautiful Friction をリリースしワールドツアーを開始した。ありがとうございます。